はい、皆さんこんにちは。今回小学4年生の算数と国語なんですが、平行四辺形の作図についてちょっとやり方確認していこうと思います。まずはですね、分度器と1組の三角定規を使った書き方なんですが、底辺が 5cm の平行四辺形になりますので、まずこちらの方を 5cm が、ちょっとごめんなさい、書きました。一番土台となるですね、下の底辺をまずは最初に引くのを皆さん忘れないようにしてください。あれ、どうも歪んじゃいますね、長いんだね。どうしてもね、書きづらくて、よいしょ、5cmですね。まずはね、土台となる底辺引きますね。で、左下が60度ってなっていましたよね。それなんで、こちら分度器を使って60度を測ってもらうわけです。おー、ギリギリ、60度を分度器で測ってもらって、ちょっとね、長めに引いちゃっていいです、ここに関しましては。よいしょ、こんな感じでね、ちょっと長めに引いて、で3センチになります、ここのね、斜辺がね、斜めの線ですね。で3センチのところをチェック入れてください。で、三角定規を使って平行線を引いていきましょうという形になりますので、よいしょ、しっかりとこうね、合わせてもらってですね、で、ここから引き始めますんで、まあ、こんな形で合わせて、長さ測れるんだったら0に合わせちゃってもいいんだけど、まあ、なかなか難しいと思いますんで、しっかりとこう合わせてもらってね。で、ここからピーッと、まあちょっと長さ変えなければまず長めに引いちゃってください。で、こちらの方がやはり向かい合ってる辺同士が同じ長さになりますので 5cm になりますので、ここら辺ですね、ここですね。で、最後に、ここを結んでもらうと、こんな形になります。こんな風に作図をまずしてみて、長さは書かれている見本になっているものと同じ形で書いてもらいたいので、こういった5cm、3cm、60度っていうのも、これも記入してほしいし、ちゃんと、書いてある見本通りの長さで測ってぜひ書いてもらいたいんでね、まあ、そこを間違えないようには気をつけてください。で、それからコンパスを使ったやり方もちょっと紹介していこうと思います。分度器と定規とコンパスですね。3cmを引くところまではやり方はさっきと変わらないんで、まずは 5cm ですね。で、それからここが60度なんで、よいしょ、60度を測ってもらって取ってもらうわけだね。で、3cm、 ここだね、こんな形で、やってもらうといいでしょう。で、ここからはちょっと分度器ではなく、分度器じゃない、三角定規ではなく、コンパスを使ってまずやっていくよってことですね。5cmなんで、これコンパス使ってまず 5cmを取ります。定規に合わせてね、 5cm、 大体こうこれくらいかな、よし、はい。そしたらば、今 3cm の印つけましたよね。そのところに針を置いてもらって、こちら側にキューッと引いてもらいます。まあ、最初のうちってやっぱりどれだけ引いたらいいかがですね、感覚がまだわからないと思うんで、少しオーバーに引いちゃっていいと思いますね。で、次は 3cm の方を取ります。はい、そしたらはここの一番右端のところだね、ここに針を置いてもらって、これにぶつかるような形でギュッと引いてもらって、ここにバッテンつけるわけですね。このぶつかったところがこのね、点になりますので、頂点ね。それなんで、よいしょ、あとは三角定規で結んでもらえれば OK です。これ、まあ、三角定規で普通の定規でもいいんですけどね、定規使ってもらって、よいしょ、あー、ちょっと歪んじゃったすいません、ちょっと歪んじゃって申し訳ないです。皆さん歪まないように気をつけてください。歪んじゃうと書き直しですからね。という形で、こんな風に書いてもらうといいでしょう。こんな風にね、平行四辺形の作図はやってもらえるといいですのでね、ぜひもう一度よくね、確認してみてください。では、この後ちょっと国語に移りたいと思います。一度画面変わります。はい、チェッチです。はい、では国語やっていきたいと思います。今回の国語は漢字の広場ですね、いろいろな意味を表す漢字っていうことで、まあこのですね、本とか元とかって言いますけれども、こちらの漢字を使ってですね、まあ、それぞれ、図書とか本を表す意味、
それから、このとか、とうのっていう表す意味。それぞれ、6個漢字が実は選択肢がありまして、それぞれに選んで3つずつ振り分けてくださいっていう形で問題でした。図書とかも表す意味で使われているのが、本意や。ね。とか、本。まあ、この2つはね、わりかし分かりやすかったんですが、特本っていうのはあまり聞き慣れない、ね言葉だと思うんですけれども、まあ、読むための本、特本ですね。まあ、この漢字取りですね、読む本って書いてね。こういう形が3つ選べるといいでしょう。でそうすると、このとかこうのっていうのが、本日、ね。それから、本。そして、本校。というね、3つを選んでもらえるといいでしょう。そして、こちら名前の名ですよね、名、まさしく名前って意味と、それから優れたって意味もあるんですよね。なので名前で表しますと、まず県名、はい、それから人名、そして本名、こんな形が入ります。で優れたって言いますと名人、それから名曲、それから名作ですね。こんな形が入ってもらうといいでしょうね。という形でここまでの確認よろしくお願いします。もちろんまたね、漢字の意味もですね、いろんなね意味を持ってる漢字もありますのでね、ぜひ気になる機会がありましたらね、確認してみてください。では本日ここまでとなります。また次回お待ちしております。じゃあね。